なんか食べる？なんか食べる？すごいね、すごい、もう後でぜひ食べていきたいと思います。とりあえず一旦風が強くて、足が動かない。大丈夫か？ちょっと待ってね。パフォーマンスでございます。今ですね、皆さん前の方に来てくださっている方、本当にありがとうございます。一応こちらの方に赤色のロープが引いてあります。こちら赤色のロープまでは安全エリアでございますので、ぜひ前の方来てもらいますとですね、そちらのキッチンカーの方たちに迷惑かかりますので、ぜひ、ね、よかったら赤色のロープまでよろしくお願いします。あと、もう一個すごく疑問に思ったんですけど、これ、時間まだ大丈夫ですかね？あ、OK です。ありがとうございます。OK、それでは行きましょうか。で、一つお願いがあるんですよ。大道芸って人がたくさんいるとすげえ盛り上がってる感じがします。で、今現状のこの状態から僕もうあとね、5人だけお客さん集めたいんですよ。もしよかったら。今のね、拍手くださった皆さん、本当にありがとうございます。みんなにちょっとだけおまけ、この玉の上の部分、ご注目、玉の上の部分、けん玉のお尻の部分にご注目。3、2、1、ホッ。見えるか？見える？ほっ、待って、斜め、せーの、ちょっと斜め、見えるかな、ちょっと斜め、見えなかった人のために、もうちょっとだけね、もう一人でやろうか、せっかくだから、おまけ、バージョン2。パフォーマンスやってる大道芸人さん、たくさんおられます、ただ、今回使うのはけん玉です、こちら、ちょうどサイコロが、しっかり1個立つ、こんなサイズになっております。世界で唯一のけん玉の上にサイコロ、これパン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 って8個立てて、それがこの上立ちます。 OK、 世界で唯一の技、これがこうなってこう、もう一回だけ言うよ。1、2、3、4、5、6、7、8、パッ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 シャッパッ、うわー大丈夫？一応今のリハーサルだからね、もう一回やるよ。シャン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 シャカシャカパッパッ、うわー一応2回やったし伝わったかな。今からですよ。それでは参ります。サイコロ8個、箱8個、言わなきゃよかったな。サイコロ8個参ります。まずは1つ2つさらにいきましょう。3、4、5、6、7、8。さあ大事なのはここからです。ここまでは誰でもできます。ここからけん玉の上に乗りましたら大きい拍手でお願いいたします。参ります。3、2、1。開けます、下ろします。見たいですか？この先見たいですか？これめちゃくちゃ風に弱いんです。あまり長く乗りません。乗ってるなと思ったら早めの拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。OK、 それじゃあね、行きますね。かきかな頑張ってるなと思いましたら大きい拍手の方だけよろしくお願いいたします。皆さんもう僕結構頑張ってると思うんですけど、あ、ダメですか？分かった分かった。じゃあね、バッグにしたいと思います。一瞬です、一瞬です。めちゃくちゃ頑張ります。3、2、1、ありがとう。さらに行きましょう。せっかくのやりたいと思います。けん玉正面から見たらめちゃくちゃすごい技あります。けん玉正面から見たらめちゃくちゃすごい技あります。けん玉正面から見たらめちゃくちゃすごい技があります。けん玉正面から見たらめちゃくちゃすごい技がありますよ。あ、動かないならそこでも大丈夫ですよ。それでは行きたいと思います。正面から見たらめちゃくちゃすごい技。続きまして真面目に行きたいと思います。正面から見たらすごい技バージョン2、行きます。3、2、1。
もうちょっと真面目にいきたいと思います。今度はね、剣と玉と真ん中に紐を使った技でございます。紐技、こちら剣玉がヨーヨーのようにブンブン回って、叩いて叩いて、無事刺さったら大きい拍手でお願いいたします。まだ刺さってないよ。刺さったらね、ありがとうね、すごく嬉しい。本日たった一度きりのパフォーマンス、皆様の応援にかかっております。こちら種も仕掛けもありません、木戸もありませんし、磁石もありません、なんなら拍手もありません。 ありがとうございます。大丈夫、35歳独身おじさんがスクワットしてるだけです。今からちょっとだけすごい技をしたいと思います。3、2、1、ホップ。みんなこういうの好きですね。真面目に行きたいと思います。ここから先さらに行きましょう。両手本気です。両手本気、さらに行きましょう。ちょっとずつ、まずは両手で持ちかめ、そして交差。 ありがとうございます。よし、交差、足も下、さらに行きましょう。かっこいい軽ポーズ、3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。さらに難易度上げてもいいですか。さらに難易度アップ、玉3つ、これやってもいいですか。玉3つ、これできたらすごくないですか。玉3つ、これできたらすごくないですか。玉3つ、これできたらすごくないですか。玉3つ、これ先生できないんです。いや、実は僕この技、剣玉のこの技ですね、5年ぐらい練習してるんだけど、まだ成功率 20% ぐらいなんですよ。さすがにこれ見せるのはね、ちょっと忍びないんで、その代わりといったら何なんですが、さっきも言いました、僕ね、カナダのパフォーマンスコンテスト、ジャグリングの大会ですね、ジャグリングからこういうやつ、こういうのの大会出させてもらいました。こちら日本は広島発祥のおもちゃ、けん玉っていうものを使って出させてもらいました。そしてなんと2年連続で私準優勝することができました。わからない拍手ありがとうございますね。いやいやいや、本当ありがとうございます。そのパフォーマンスやらせてもらってもいいですか。あれの代わりといっては何なんですか。あ、すごいリアクションが全然来ない。分かった、じゃあ仕方ないや。成功率 20% だけど、一応試しにこれやってもいいですか。ありがとうね。でもさっきも言ったよ、俺失敗するかもしれないから、成功したらすげえ大きい拍手、失敗しても優しい拍手でお願いね。
ありがとう。それじゃあ行きたいと思います。で、よかったらなんだけど、ちょっとみんな聞いて。一回ちょっと聞いてもいいですか。僕、音が、実は、けん玉結構上手くて、けん玉するときってこうやって音があんまならないんですよ。ね。聞こえる？音。聞こえない？そう。こうやってね、基本的にこの、そうってやるんだけど、この技だけはあまりにも難しすぎて、この木の当たる音が聞こえます。この音結構心地いいから、よかったらこの音聞いてみて。この木の当たる音。聞こえる範囲で結構です。聞く気がなかったら別に離れてても OK です。ただね、聞きたいなって思ったらちょっと近い方が聞きやすい。OK、それじゃあしたいと思います。めちゃめちゃ難易度高いんで、一発で決まるように、祝っといて、願っといて、祝ってどうする？参ります。せっかくなんで、ミュージックスタート。今日絶好調かもしれない。すっごい美味しい焼きそばのおかげ、ありがとうね。 OK、 それじゃあね、このテンションならいけるかもしれない。カナダで準優勝したパフォーマンス頑張っていきたいと思います。ミュージックスタート。
当にありがとうございます。ありがとうございます。そして集まってくださいました皆様、本当にありがとうございます。せっかくね、お祭りをやっておる状態で、みんなね、たくさんご飯、美味しいご飯の香りがする中、足を止めて僕の胡椒を見てくださって本当にありがとうございます。次のパフォーマンスが最後なんで、それだけ見ててください。その前に自己紹介だけお願いします。僕ね、名前の方がこちら、パフォーマーの MRPOE でミスターポーって言います。北陸を中心に日本全国、そして世界中でけん玉を使ったパフォーマンスをやらせていただきまして、けん玉って面白いんだよ、楽しいんだよ、かっこいいんだよ、素敵なんだよ、僕も私もけん玉やってみたいな、そんな気持ちになってもらえますように日々努力をしております。皆様、けん玉楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ただ、僕ね、この大道芸を通じて皆様に一つだけメッセージが伝えたいです。まず一つですね、こちら、よいしょ、待って、これ動かしたら大変なことになるの忘れてた。まず一つですけど、僕ですね、実はけん玉を始めたのを25歳、大人になってから始めました。大人になってから始めたことで、世界大会に出させてもらったり、アメリカでショーができたり、皆さんご存知、年末紅白歌合戦に出させてもらったり、すべてね、こうやって集まってくださる皆様の応援のおかげ、そして何より、僕の努力の成果です。いやいや違います。皆さんの応援のおかげでございますね。いやいや本当ありがとうございます。で、これが伝えたいです。ちっちゃい子たち、ちっちゃい子たちちょっとだけ聞ける？今から多分ね、バスケとか野球とか。最後ですね、さっきも言いました NHK 紅白歌合戦の演目なんでございますが、さあの時はですね、僕126人の仲間と一緒にやりました。今回さすがにここに126人仲間をね、全員呼んでくることができないんで、その代わりといったら何なんですが、少しだけ危険なところでパフォーマンスをやらせていただきたいと思います。最初にもやりましたが、さらに難易度を上げてこちらの上に、せっかく見てくださった皆様のためにさらにもう一段、こちらの上でパフォーマンスをやらせていただきたいと思います。もし仮に万が一落下してその辺をイボイボゴロゴロしていたら、それは演技ではありません。早めの救急車をよろしくお願いいたします。そうならないためにも皆様の応援が必要です。拍手と拍手で応援の方よろしくお願いいたします。それじゃあ行きたいと思います。すごいね、このタイミングから見始めるんだね、ありがとうね。それじゃあ行きたいと思います。右足が乗りましたら拍手でお願いいたします。右足が乗ったら拍手でお願いします。ちっちゃい子たち、絶対にロープの中には入ってきちゃダメだからね、大丈夫。あ、でも待って、そんなに避難することないですよ、危ないの僕なんで。お母さんが本気で気がしました。それでは参ります。3、2、1。僕のテンポでやらせてもらってもいいですか。気を取り直して3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは本日最後のお仕事でございます。今日持ってきたけん玉の中で最も大きくて最も重たくて最も紐の長いやつ持ってきました。こちら無事刺さりましたら今日一番の大きい拍手よろしくお願いいたします。待って、風で布が切る、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。でも聞いて、20分前から頑張ってる、お疲れさま、ありがとうございます。それじゃあ行きたいと思います。
降りまーす。降りたい。やめー。ありがとうございます。降ります。待って、風が今ここにね、風が強い。はい、オッケー、降ります。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 一回出しまーす。もしよかったら応援をみんなでお願いします。ありがとう、ありがとう、なんだか手拍子遅くない。ありがとう、待って曲変わってない。ありがとう、ありがとう。バラバラになった。降ります。これで僕のパフォーマンスは全てです。お前飲んでる。